しんくん、いや越えの様子にござり申す。家康様が明智の手の者から逃れるために険しき山々を逃避行いたし、なんとか生き延びたという出来事にござり申すが、こたびその様子を皆に見てもらうにあたって、おそらく人生最大のモスクライじゃから接戦になると思うのじゃな。故にもしかすると拙者だけの力では伊賀を超えることができるかもしれぬのじゃ。故にその時は皆に助太刀を頼みたい。その時使ってほしい忍術が先ほど忍者体操でもいたした遠いんじゃ。三平殿も言ってくれとったけど、これは心を落ち着けて次のなんとか頑張らねば局面のな頑張らねばならぬ局面のために力を蓄えるということなのじゃな。故にぜひ拙者が皆力を貸してくだされと言ったら、この問いを思い出してくださりませ。ではこれよりは神君伊賀越えについてご覧いただこう。時は1582年、本能寺の変にて織田信長様が討たれた後、謀反を受けした明智光秀殿が次に狙うは我らが主君徳川家康様であった。徳川家康の命を頂戴する。そうはさせん。主君、徳川家康様の命は我らがお守り申す。家康様を無情岡崎城へお連れすること。今こそ伊賀者豪華者の力が必要じゃ。忍びの者たちよ、服部半蔵様に力を貸してはくれぬか。はっ、承知。お頼み申せ。おい、幸せのため、天下太平の世を築くため、この命にかけて家康様を守り抜く。さあ皆の衆、今がその時じゃ。拙者に力を貸してくださりませ。困っておるか忍者。さあこの遠いを組んで、拙者が今からせーのというがゆえに、さすれば心の中でにんと力強く答えてくださりませ。
により我ら伊賀者は鳴海伊賀衆として取り立てられ、服部半蔵様はその棟梁であった。天下太平の世を築かれた家康様の願い、そしてそれを支えた忍びたちの思いを受け取り、現世によみがえっては服部半蔵を忍者隊として愛知忍者を盛り上げてまいろう。我ら服部半蔵忍者隊、ここに捨てちゃう。愛知の魅力、そして忍びの文化を広めと世界に発信するべく日々活動しておる忍び集団でござる。うん、ありがとうござる。日頃ですが、ここ名古屋城にて平日はおもてなし、そして同日祝日はこのように侍忍者賞をしてこの場を盛り上げておるわけじゃ。さて、そんな我らが日々あるものを用いてこの世に情報を発信しておるものがございまするな、三平殿。さようござる。さあ、我ら忍びというのは400年前伝達術の一つとしてのろしを量産上げておったんじゃけど、あら、現世ではそれがなかなか難しい。いろいろな引っかかるんじゃな、ほんとよ。ゆえに皆様からくり持っておりまするな、ぜひ服部半蔵忍者隊と検索をかけてみてくださりませ。さすれば我らが電子版出陣状を上げておりまするホームページというものでござったに、インスタグラム、青き鳥のつぶやき、さらには顔本やユーロチューブなどなど、さまざまな電子本を通じて皆様に最先端ののろしをポーンと上げておりまするがゆえ、ぜひ気になった方、後ほど服部半蔵忍者隊と検索をかけ、派生フォローといいねお願いいたします。お願いいたす。そして、はい、なんと他にも三平殿、重要なのろしがあるのではございますか。さよう、こたび一つもそのこの場で伝えてまいりたいのろしがあるのではございますか。まるがここにございました。なんだそれ。バスンの侍忍者フェスティバル2022。さあ、これはどんなお宅にございますか。さあ、こちらですな、日の本最大級といっても過言ではない最大級戦国のお祭りにござります。こちらなんと日付がですな、もう来月、あれ、こたび何日ござるか。22か、こたび22の日。さよ、一月がもう切っております。あれ、11月20日日曜日、場所が大高緑地若草山という場所にござって、400年前我らの時代でござれば桶狭間の戦い聞いたことあるよというもの、ある方、桶狭間の戦い、瀬尾織田信長様と今川義元殿の戦でござったが、なんといっても仕組んである家康様がその際兵糧を入れた大高城の近くにこの大高緑地若草山がございますので、ぜひ桶狭間の戦を感じる際にな、良き場所じゃなと思っております。確かにの、どうする家康様も迫っておりますので、さよ、ぜひ気になった方おりましたら、侍忍者フェスティバル戦国の息吹を感じに来月遊びに来てくださりませ、よろしくお願いいたします。ここに置いておきますよ。さあ、では最後は県前にて皆で盛り上がってまいろう。白虎とくとご覧あれ。正しき心、忍びたるもの忘れはせぬ。心に酔いはつらくとも、共に生きる民のため笑顔と勇気を届けようぞ。我ら服部半蔵忍者隊、ここに水産。